ナリーグドジャース、マーリンズ、2024年9月19日マイアミドジャースの大谷翔平投手、30、が19日、日本時間20日、敵地でのマーリンズ戦に、1番 DH で先発出場。9回の第6打席で自身初の3打席連発となる51号を放ち、異業達成後すぐに、51から51、と記録をさらに伸ばした。 14対3で迎えた9回西一二塁の第6打席、大量リードを許したマーリンズ側が内野手、ブルハーンを野手登板、させ事実上の白旗宣言をした中で打席に入った。大谷は2ボールからの3球目、浮いたスライダーにうまくバットを合わせると、打球はピンポン球のように軽々と跳ね上がり、あっという間に右翼席に着弾。3打席連発となる51号で、51から51。 まで記録を伸ばした。3打席連発を含む6安打で9段新記録10打点の大暴れに敵地ファンももはや歓声では終わらずパニック状態と言えるほど興奮の渦に包まれた。初回の第1打席は右翼フェンス直撃2塁打を放って出塁すると1・1・2塁から4番スミスへの初球でスタートを切り3投に成功。間一発で保守の送球より先に足がベースに到達し、 政府をもぎ取ると、自ら大台到達を拍手。観客もスタンディングオベーションで50盗塁を称えた。また、記念の三塁ベースは球場スタッフによって取り外され、ベンチ裏へ運ばれた。2回西2 1・2塁の第二打席も右前適地打でリードを拡大。なおも1・三塁から自打者、ベッツの打席で2投に成功。今期51投類とし 一郎がマリナーズ時代の2001年に記録した日本選手最多56盗塁も視野に入った。3回2試1・3塁で迎えた第3打席は相手2番手、ベネジアーノの直球を捉え、左中間を破る敵時2塁打で二物生還した。大谷は3塁を狙ったが、惜しくもタッチアウトとなり、少し悔しそうな表情でベンチへ戻った。6回1試2塁の第4打席はスライダーを完璧に捉え、 宇宙観析上段へ豪快な49号ツーラン。これで2001年にショーン・グリーンが記録した球団のシーズン最多本塁打記録に並んだ。さらに、7回2試3塁の第5打席は2打席連発となる50号を放ち、MLB 史上初の50から50を達成。大きな声で吠えながらダイヤモンドを一周すると、満面の笑みを見せながらベンチで9とハイタッチ。 さらにグラウンドに姿を現してスタンドにも頭を下げ、挨拶。敵地にもかかわらずファンも総立ちで快挙を称え、お祭り騒ぎとなった。これでショーン・グリーンを抜いて、球団最多本塁打記録とした。